皆さんこんばんは、中洲のマスターです。本日も自分の少量図の対局動画を紹介したいと思います。よろしくお願いします。今回自分の四間飛車に対しお相手の方のエルム囲いでの一局となります。エルム囲いの特徴は囲いを組む前の手数が少なく耐久力もあるので、急戦に持ち込んで安心して戦える強みのある囲いです。エルム囲いの右側の金6一金に関しては5一金として囲いを固める場合と6一金のままバランスを取る2つのタイプがあり、今回はお相手の方は6一金とバランスを取る形となっております。今回は6一金のエルム囲いの弱点を紹介したいと思います。まずは駒を交換して持ち駒に角を手に入れます。金が6一金にあるため、ここでは持ち駒の角を8三角と打ちます。そしてお相手の方は7一飛車とこちらの角筋をかわしますが、この後こちらは持ち駒の歩を使ってさらに飛車を追い詰めます。これに対し同金と取り、こちらも角で金を取り、そして再び持ち駒の金を使って8三地点に金を打ちました。ここでの方針はこちらの美濃囲いはかなり硬いので、お相手の方の7一飛車大駒を押さえ込めばこちらが指しやすいかと思います。お相手の方は8二歩とこちらの金を狙ってきますが、これに対しこちらも7二歩打ちをし、お相手の方の飛車を狙っていきます。ここでさらにお相手の方も7六歩とこちらの飛車を狙ってきました。そしてお相手の方が5一飛車といったタイミングで、こちらは金と金の交換をし、そして桂馬を取り、駒得となり竜を作ることができました。ここでは現在8五の銀が使い切れてないのですが、こちらは竜ができており、そして美濃囲いもまだ硬いため、こちらの方が指しやすいかと思います。お相手の方は5を歩とし、こちらはそれに対しお相手の方の飛車を咎めたいと思います。ここではお相手の方の攻めの拠点である5一飛車を咎めることにより、こちらがさらに優勢になると思うので、ここは7三の竜を使って攻めていきたいと思います。そしてこちらは5二歩打ちをし、お相手の方の飛車をさらに追い詰めます。そしてお相手の方は4一飛車としたタイミングで、こちら持ち駒の桂馬を使ってさらにお相手の方の玉をどんどん狙っていきたいと思います。エルム囲いは金銀3枚で横で守っていればかなり硬いのですが、現在金銀2枚で守っているため、ここはお相手の方の銀を剥がしていき、どんどん囲いを弱体化させていきたいかと思います。5一銀打ちをし、さらに駒を足してお相手の方の銀を攻めていきたいと思います。7分。
そしてどんどん駒を交換し合い、お相手の方の囲いは金と白となりました。ここではお相手の方の4一金に対し、こちらの竜が逃げずに、さらに持ち駒の飛車を使ってお相手の方の玉に王手をかけて攻めればよかったんですが、この場合こちらは誤って9一香車を取り、少しお相手の方にチャンスを与えてしまいます。自玉の美濃囲いはまだ硬いため、5二金打ちをし、お相手の方の守りの要4一金を狙っていきたいと思います。これに対しお相手の方は6三角打ちをしたため、こちらは4一金を竜で取ることができ、こちらの勝ちとなりました。対局ありがとうございました。はい、2局目いきます。2局目もこちらの四間飛車に対し、お相手の方のエルモ囲いでの一局となります。今回お相手の方は8三銀とし、早めに銀を繰り出す原始棒銀からのエルモ囲いとなります。先ほどの対局のお相手の方のエルモ囲いでは6一金型でしたが、今回は5一金型とし、固めた場合のエルモ囲いの紹介となります。5一金型でのエルモ囲いは金銀3枚連携しており、飛車交換からの飛車の打ち込みに強いのが特徴です。高みの囲い。お相手の方はエルモ囲いが完成したので6二飛車とし攻めていきます。これに対しこちらは高みの囲いから6筋を受けて対抗していきたいと思います。そしてお相手の方は6六歩とし、回線の歩突き打ち、こちらも同銀と取り、どんどん駒を交換していきたいと思います。エルモ囲いは大駒を交換した後も駒の打ち込みに強いので、こちらは何とかして横からの攻めではなく上部からエルモ囲いを崩せればとその時考えていました。そしてお相手の方は持ち駒の角を使って3三角とこちらの7七桂馬を狙っていきますが、これに対しては5五角打ちとし、角には角で合わせていきたいと思います。そしてお相手の方は6六角打ちをし、これを同銀と取り、そしてお相手の方は6筋から攻めていきます。角と銀の交換で駒床ができたのですが、お相手の方の主張は右四間飛車からのこちらの飛車を狙ってくる方針ですが、ここでは右四間飛車対策でよく使っている角打ちをしたいと思います。それは4号の地点に角を打ち、6段の地点を守ると同時に6三の地点、また8一の桂馬を狙う3つの狙いがあります。これに対しお相手の方は6七銀と重い銀打ちをしました。ここは銀を取るのではなく、ゆっくりと飛車でかわしておきたいかと思います。こちらは9八飛車とし、この飛車はあまり攻めには今使えないのですが、持ち駒の角とそして4五角を使って攻めればと思います。お相手の方は8二飛車としました。
6筋からの攻めをやめて8筋から狙っていく方針だと思います。そしてこちらはエルモ囲いを上部から攻めるため、まずは5四歩とし上部を攻めていきたいと思います。そして次の狙いは現在あまり使われていない7七桂馬を活用するため、桂を使えるための道筋を作りたいと思います。この7七桂馬が6五桂馬そして5三桂とできればかなり駒が躍動するかと思います。そのためにまず第一歩に7五の地点の歩を突き、これを同銀と取った場合6五桂馬と跳ねたいかと思います。そしてお相手の方は6三銀としました。これに対しこちらもこの銀をさらに移動させたいと思います。持ち駒の歩を使って6四歩としました。その後6三角成とし馬が作れて、そして待望の6五桂馬と桂を跳ねることができました。これにより桂馬を活用しお相手の方のエルモ囲いを上部から攻めていきたいかと思います。お相手の方も8筋から攻めてきますが、これに対しこちらも7一角とし、さらにお相手の方の飛車を追い詰めながら5三の地点を攻めていきたいと思います。そして8二飛車が逃げたタイミングでこちらが桂馬を5三桂成とし、お相手の方のエルモ囲いの上部を攻めていきたいと思います。7七桂馬から6五桂馬そして5三桂成とし、桂馬を2段階に活用でき、そしてお相手の方のエルモ囲いの弱点である上部を攻めることができたことによりこちらは少し良くなったかと思います。そしてこちらの高みの囲いはまだ硬いため、この硬さを生かして攻めていきたいと思います。お相手の方の8七と金でこちらの9八飛車が取られてしまっては厳しくなるので、ここは飛車を4八飛車とかわしておきます。そしてお相手の方も銀を活用しこちらの高めの囲い崩しを目指していきます。5三桂成でお相手の方の4二銀を取り、そしてお相手の方は同金と取りましたが、まだエルモ囲いは硬いです。ここでは5三の地点を拠点にどんどん駒を足してエルモ囲いの4二金を狙っていきたいと思います。5三銀打ちからお相手の方の4二金を取ることができたので、これでエルモ囲いの硬さがどんどん弱体化していきます。お相手の方も5七銀打ちをし、こちらの4八飛車を狙ってきますが、こちらの高みの囲いが硬いためこちらは攻めの一手を指します。5一金打ちをし、この後お相手の方の4二金を狙っていきたいと思います。
現在使えてない飛車と銀の交換となりましたが、そしてこちらに持ち駒に銀が入り、この銀を使って相手玉に攻めやすくなってこちらが良くなったと思います。こちらの5二金でお相手の方の4二金を取ることができました。これによりお相手の方の囲いはなくなり、あとはお相手の方の玉を追い詰めればいいかと思います。原銀。3分。対局ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。